ーちゃんの朝からエッセイ。おはようございます、こんにちは、 NBC 村山ひとしです。おはようございます、こんにちは、しゅーちゃんこと船橋しゅーいちです。このコーナーはオフィス空間の改善からおいしい水の提供をホテル事業まで手掛ける元気な会社九州教具グループの代表しゅーちゃんこと船橋しゅーいち社長にビジネスマンのヒントになるお話を伺います。今月はNBC ラジオにお邪魔していますよ。はい、今週もいらっしゃいませ。どうもございます、はい、今月は2021年の総決算ということで、今年もあと10日余りとなりましたが、九州教具グループの代表としてはしゅーちゃんいかがですか。はい、九州教具としては今年は構造改革をいたしました。はい、まあ、手掛ける事業自体は変わらないんですけどね、組織構造が変わりまして、まあ、私の肩書きも九州教具株式会社の社長からですね、九州教具グループ代表っていう形に対外的にこう伝えることが変わりましたね。組織構造の再編に踏み切ったのは時代に取り残されないようにするためということでしたよね。そうですね、まあ、今現代はですね、 IoT 技術の進化とか SDGs、 そして新型コロナウイルスなど私たちの取り巻く環境ってどんどん変わってますよね。まあ、そうした中でですね、まあ、私たち九州教具も永続的にこのサスティナブルにならなきゃいけないと思いまして、永続する企業となっていかなければならない、そうなりたいというためのですね、何をやるかということを明確にするために会社を分社して組織構造を変えたということです。そのあたりは夏頃にもたっぷりと伺いましたけれども、どうでしょう、年末を迎えてやっぱり今年は変化の年だったと言えそうですか。いや、これはもう我が社だけじゃなくて NBC さんもそうですし、はい、長崎も日本も世界もこんなに変化した年ってのはなかったんじゃないでしょうかね。長崎駅周辺も100年に一度のね、大きな変化だということですけれども、具体的にはどうでしょう、これがすごかったという何か、100年に一度の変化っていうのはですね、例えば銀座に人がいなくなったとか、都市から人が逃げ出しましたね、はい、今東京初めて、入りより出が多くなったと。そしてまたまた、はいはい、アメリカが正式に未確認飛行物体UFO を認めましたね。 あれちょっと驚きでしたね。どれでしょ、僕フェイクニュースかと思いました。なんか胸躍るものがありましたけれども、SF ファンとしては未確認空中現象、UFO じゃなくて UAP というらしいですね。まあ、必ずしもね、その宇宙人と結びつけてるわけではないんですよね。結局もうああいった不思議なことが起きてるってことを認めたっていうことは、はい、ではそれは何なんだという次の段階に移ってるっていうことですね。まあ、宇宙人ではないかもしれないし、もしかしたらいろいろ多次元があって、どっか違う次元から来てるのかもしれないしですね。そうですよね、分かんないですけど、いや、鳥肌がちょっと立つような気持ちもありましたけれども、まあ、新型コロナもそうだったんですけれども、思いがけないことがこの 1,2 年でやっぱり起きてるということですね。そうですね、うん、もうこれを見て見ないふりはできないということでしょうね。いろんな意味において発想の転換がやっぱり必要なんですね。もう必要というよりも、もうそれをしないということから逃げられない、もうギリギリのところまで来るっていうんじゃないでしょうか。時間的にもギリギリとなりました。それでは皆様、また来週。